はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回はコールオブデューティブラックオプス3の方にアップデートが入りまして、まあおそらく BO4 に向けてのアップデートだと思うんですけども、こちらのバージョン 1.31 が実装されました。まあ実装というか追加ですね。で BO3 って結構変わってて、アップデートが導入された次の日に実装されるんですよ。まあおそらくバグ対策だとか多分最終チェックとかそういった形で前日に入れて次の日に実装みたいな形でやってると思うんですけども、まだ追加だけされて実装されてないんですよ。でそのバージョン内容が今すごい、話題になっておりまして、まず3点あります。はい、まず一つ目は、夜のフリンジ、こちらですね、フリンジナイトホールっていうね、まあ、最近追加された新マップなんですけども、こちらが公開マッチバグだらけだったので、そちらがねしっかりとマッチングする、動作するっていうのを修正したっていうのが一つアップデート内容としてあるみたいです。これは一応海外からの情報なんですけども、まあ信憑性は結構高いですよね。まあバグだらけだから修正したって、まあ多分至極真っ当な、アップデート内容だと思うんで、まあこれは多分偽りないのかなと。でこっからがちょっと怪しい内容なんですけども、まず、日本の方で今ツイッターで、BO3 アップデートって検索すると、なんと DLC 全開放っていうね、あの謎のワードが出てきます。まあちょっとどこ情報か僕は分かんないんですけども、なんか今それがすごい話題になっておりまして、でもしかしたら、本日追加されてるかもしれないということで、DLC マップ全部削除したんですけども、前回配られた、DLC 第1弾だけ強制ダウンロードされて、他はダウンロードされなかったので、とりあえずまあ本日追加はないのかなって感じなんですけども、果たしてどうなんですかねこの信憑性は。けどまあ結構理にかなってますよね。まあやっぱ仮想ゲーの難関って言ったら、あの人口じゃないですか。まあそういったところ、DLC 持ってる人と持ってない人の人口がこう分かれてしまうっていうのがすごい多分懸念されるところだと思いますので、これは結構いい取り組みだとは思うんだけど、まあ今更感結構でかいですよね。まあということで、まあ DLC 持ってない人、もし今回ねあの DLC 4弾まで実装された場合無料で遊べるらしいので、ぜひぜひやってみてください。そしてこれが海外からの、情報なんですけども、新武器がどうやらまた追加されるみたいです。まだまだ、BO3 楽しめるみたいなんですけども、一応前回はこちらのステンと、スナイパーライフォーのこちらのドラグーンですね。まあ両方ともあんまり強力じゃなかったんで、自分は、動画にそんなにしてなかったんですけども、はい、これからまだまだ追加されるということで、非常に楽しみでもあり、もしかしたらデマかもしれないというね、はい、どっちやねんって感じなんですけども、まあおそらく BO4 に向けての盛り上がりだと思いますので、まあこれを機会に皆さん今月はワールドオースをするのではなくて BO3 遊んでみてください。それではちょっと公開マッチの方やっていきましょうか。想像制限のアクティビジョンまで持つゼウスとレッド感のバランスを取り持つ才能がない半導体ディスコミュニケーションひねくれたイデアがビューラークは目の前に信じない想像ディスペンセーション。いやなんかね、回線が結構今不安定で、まあアップデ前日によくある話なんですけども、今あんまり安定してないですね。まあ結構飛ばされたりだとか、マッチングしなかったりとかするんで、うん。今日ちょっとゲームするのはなかなか厳しいのかなということで、まあおそらく明日には修正されてると思いますので、まあ明日のアップデートもね、ぜひぜひ皆さん BO3 遊んでみてください。やっていきましょう。しかし BO4、あと少しでベータが来るということで、新しいね、マルチトレーラーもね、解放されたというか、公開されたんで、そちらの方見てほしいんですけども、めちゃめちゃ楽しそう、とにかく。なんかね、日本マップっぽいのも来てるわけですよ。それがね、非常に楽しみで、なんかこう、日本のゆかりのあるキャンペーンとか、キャンペーンというかまあストーリーですね。なんかこうちっちゃいストーリーはあるんで、そのミニストーリーとかこう展開されていくのかなと思う。結構楽しみですね。久々の FFAR 先輩、いや次回作ね、ブルーパップ銃のファーマスとか来てほしいんですけども、今のところまだ確認されてないですね。そういうブルーパップ銃は現代銃はさ、もう出さなくていいから、あの現代銃っぽい銃出してほしいよね。うん、こういうなんか FFAR みたいな現代銃を若干こう名前アレンジした感じの銃が欲しいんですけども、なかなか今かそってんね。大丈夫、ナイス味方。5対0っていう驚異的な数字だけど大丈夫。いた、こんにちは、ナイス1キル。何やってる？かわいい。さあ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 、ステン先輩で詰めていきましょう。いるね。ほっ、こんにちは、ナイス。で、XMC 拾って、次回作でも結構楽しめると思うんですけども。よいしょ。後ろから失礼させていただきの。いた。ほっ、ナイス。いいね、ステン。グラビティースパイク。はっ、お前それ、調子良すぎだろ。どういうこと？おかしいって、それは、さすがに。どこら辺から来るかな。いた、ナイス味方カバーで、多分後ろいるから、それもしっかりとカバーしつつ、ナイス。いたね、こんにちは、ナイス1キルで、奥もいるからいいエイムで、はっ、いたな。ほっ、エイムアシストなんかやっぱ BO3 薄いよね。あれ、こんなもんだったっけ、こんなもんだったっけ。クソゲーすぎる。いや100で終わんないな、マジ。カソゲーでしょもはや。これ今夕方の5時撮影だからね。夕方5時撮影してマジ100で終わんない、どういうことやねん。ちょっとまあ1試合はエイム合わせ程度で終わらしましょうか。2試合目ちょっとフルでやりたいですね。
それではお次、リメイクマップのファイアレンジ、早速ね、やっていきたいと思います。ということで、BO1 のリメイクマップなんですけども、まあ、自分は BO1 からね、コールオブデューティーを始めたので、まあ、初見でもバンバン持っていけると思います。やっていきましょう。SR インで、SR はちょっと怖いから、SR 拾って。は？なんか、やばくない？大丈夫？なんか、新機能でなんかサイトがバグってるけども、ほっ！ナイス1キル、いいね。で、手前いるから、いやー、それ最悪。こんにちは、ナイス。楽しい。やっぱマップ慣れてなくても、手に取るようにリスポンス点がわかるんですね。てか、なんかカクついてない？大丈夫？あれなんだけど、フレームレートがカクカクなんだけど、大丈夫？ SR うまいね。いやー、楽しい。こういうのがやっぱ BO1 ですよ。ね、人数が少ない BO1 なんて、BO1 じゃないよ。BO3 なんてしょうもないですよ。ね、こういう形でバン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 こう打ち合うような形のゲームがナンバーワンですよ。いやー、ちょっと待って。投げ物やばい。手前いんな。待って、下のこいつカットするじゃん。後ろから一人するぞ。そのリスオークは無理。ちょっと一回、リセット。リロードして。臭い武器使ってやがった、あいつ。で、一回リロードするじゃん。アナイアレーター解放して。かわせ。まだ向こうでリスポーンするはずなんですよ。来た瞬間に私は抜く。いた。よいしょー、アナイアレーター。いいね。しっかりとエイムして。上いんのか、これ。待って、アナイアレーターでこれ上詰めるの怖いぞ。待ってよ。ほっ！ツイマンコース。ツイマンコース。ナイス。で、放置してるからそいつも抜いて。うわってーあと一人でクワッドフィード。臭いよ、初期位置は。まあいいや。とりあえず UAV 出して、H6E 使っていきましょうい。やっぱ人数7人に増やしてもいいんじゃないかなぐらい結構ね、マップによっては面白い時があるんで、まあ次回作のちょっと人数が非常に怖いところではありますが、ナイス。で、あ、俺のキム虫取られたんだけど。もうこのゲームクソゲーかよ。いや、クソゲーじゃない。味方がクソゲーかよ、本当に。味方にアップデート 1.14514 頼みます。下来るから、ちょっと見ていきましょう。味方大丈夫それ。やられてんねー。で、オリンピーが多分来るはず。ほっ危ない。ダブルキルコースナイス強い。で、もう一回詰めてくると思うから、すぐ H6E 構えて。おるかー。へい、お疲れ様です。はっ、ノンセルキル。おクソゲーじゃねえかよ、このゲーム。物理演算ガバガバ。あれか、爆風が下にも来たんか。謎爆やめろ。 DLC マップぜひとも無料開放してほしいですね。この BO1 のリメイクマップでも非常に楽しめるんだけども、やっぱり第5弾とかのね、どこだったっけ、ラピュタだったっけね、ロボットが乗れるマップ。あそこのマップとかね、無料開放してくれても全然面白いと思うんで、はい。ぜひぜひしてほしいところではありますが、ほっ！この抜き合いは負けないんです。BO1 のリメイクマップに FFAR ですよ。ファーマスですよ。胸熱すぎ。で、ここの上登って、上から射撃をしていきたいんですが、来ないね。手前にね、ちょっと抜けないか、それは。足だもんな。ここのポジションやらしいな、マジ。ほっ、ナイス、いいね。一回こっちから経由して、もう一回ここのポジションに戻ります。で、アナイアレーター使いながら、かわしてくんねえかな。多分後ろだな、これ。後ろ湧いてこういった。そこです、ナイス、アナイアレーター。二枚目。からの？ちょっと詰めるか。時間的にあと少ししかないから。ほっ、よいしょー、いいね、トリプルキル。さあさあ、ちょっと HCX3 を、こまごまと出していきまして。こっちの中はいなさそうだね。うん。いた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 、見えた見えた、よいしょ、オッケー、ラストキル。いや、久々にやったけどやっぱ人数いるマップはめちゃめちゃ楽しいですね。うん、ということで、とりあえずこちらは無料開放されてる、はい、DLC マップですので、まあもし明日のアップデートに合わせてね、エイム合わせをしたいという方はぜひともこちらの新マップ遊んでみてください。またね、BO4 のベータに向けて、いろいろとコールオブデューティー盛り上げていきますので、よければチャンネル登録、通知が届くようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ふっ、おっ、よいしょ、あいつスナイパーライフル、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 はい、どうぞ。出会ったらゴールゲッチュー。なんだ UAV お前、あれ、カウンター UAV 出せない、出せないのか、いや、希望こい。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、池田やった。これ何、何これ、何スパイダー、雲の皮、あ、ちょっと待ってください。やめろー、何のキーが動かない。駐車止め。おー、よっしゃ、マジで嘘、オーマイガー、オーマイガー、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。